こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。これは、プレステ5の起動画面ね。見ての通り、そうや。じゃ、今回はプレステ5のソフトね。まあ、ソフトみたいなもんだが、プレステ5に最初から、プリインストールされている、あのゲームだぜ。それって、アストロプレイルームね。せや、それに、こないだ6月8日に入ったアップデートで、追加要素がいくつか加わって、また遊べるぜ。新しく遊べる部分が増えたのね。今の段階じゃ、全部はわかっていないけどな。今回やってみる部分では、ソニーコンピュータエンタテインメント、じゃなかった、ソニーインタラクティブエンタテインメントの、思惑がよくわかるがな。何、それ?まあ、やっていけば、わかるぜ。うつ主は、知ってたの?あいつは、全く知らなかったぜ。なんせ、お知らせに、青丸がついてても開けないしな。うつ主らしいわ。だろ?小学1年生になった娘が気づいたぜ。優雅ごとクエイトやん。これは、ディスクが入っているだけだ。お、出た。ところどころ、変わった部分があるぜ。へぇ、そうなん。うつ主なんか、ほとんど気づかんだろうがな。娘ちゃんは、ちゃんとわかるんだろうね。うつ主の頭とは、ストレージの空き容量が全く違うからな。読み込み速度も速いんだろうね。チーム遊びの、ロゴ変わったやん。これは、さすがの、うつ主も気づいたぜ。ちなみに、デュアルセンスの操作は全部娘がやっている。娘ちゃん、絶対失敗しないし、逃さないもんね。いきなり、アップデートの説明?最後の、キックタップってのが、暗示しているぜ。娘ちゃん、どんどん、ボタン押してるわね。一時停止させて、じっくり読んでください。はじめは、CPU プラザからね。はじめは、ここでは何もすることはないはずだ。飛んで、歩いて、走って、プレイステーションラボへ行くぜ。おなじみの、入り口ね。到着。この部分だけは、追加要素を画像で教えてくれる。あら、ほんと、教えてくれたわ。まっすぐ歩けば、見えてくるぞ。めっちゃ、わかりやすいわ。お、乗ったら下がっていく。着いたのね。シークレットラボって名前の空間だ。秘密研究所?ただの、だだっ広い空間ね。でも、なんで、ここだけ画像で親切に教えてくれたの?さっき言った、ソニーインタラクティブエンタテインメントの思惑と関係ありそうだぜ。ここ、入れるんだ。奥に出た。ミッションルームって、今度は狭い空間だ。まだ奥に入れそうね。上に数字、88にし?さっきに比べて、ほんと狭いわね。なんとなく、入れそうだし、進んでみる。ちょっと、怖そう?娘ちゃん、進む。弾かれたの?これを、読ませたかったんだろう。プレイステーションストアだって?ここを、ソニーインタラクティブエンタテインメントは読んでほしいんだ。それで、バツのハイ、か、丸の、また後でって。まあ、バツの、ハイ、でいいだろう。バツの、ハイを押したら、あ、これって、アストロの新作ソフト ?9 月6日発売予定の、プレステ5専用ソフトだぜ。あの、上の数字は、発売までのカウントダウンのようだな。へぇ、アストロの新作ソフトが出るのね、知らなかったわ。当然、うつ主も全く知らなかったぜ。で、後でまた戻るが、一回上がるぞ。プレイステーションラボに戻るのね。今のところ、ここではすることないんで。うつ主の娘が、ボタン押しまくって、ろくに読めなかった。新しいゲームのアップデートってとこに。CPU ジャングルに、スペシャルボットが現れた。助けを待っている、うんぬんかんぬん書いてあったので。とりあえず、CPU ギャングルに行くぜ。それで、CPU プラザから、入るのね。せや、ま、他の入り方もあるがな。娘ちゃん、CPU ギャングルに入る。もう、何度も見た光景だな。お、説明、出たわ。今度は、さっきみたいに、親切に。画像で誘導なんかしてくれないぜ。まあ、その方が面白いわよね。
あ、それと、うつ虫の娘は十分だが、後で必要になるんで、お金を貯めるんだぜ。娘ちゃん、ぶったたいて、貯めまくってるわね。娘、ゲームを楽しんどるなぁ。もう、十分やろ。まだ、やっとるわ。まあ、親が、バーチャファイター3何回もやってるしね。こっち回してるなぁ。娘さん、大丈夫？あの、娘が PPP 出しまくっとった。槍を持っている奴に近づかなあかんらしい。PPP 出さなあかんの？それはわからんって、崖に立つぜ。うつ虫なら、崖から落ちて一回死んでるな。娘ちゃん、って言ってるけど。あの、穴の開いたハットのあたりに立つと。出るはずなんだがなぁ、出ないなぁ。何か、やることやってない、とか？槍持ったやつに近づいて、崖に立てばいいはずだ。娘さん、戻る。崖に立ってるんだがなぁ。何も出てこないわね。落ちるなよ。他のボットに効いてるのかしら？また、PPP 攻撃、派手なエフェクトが出たな。また崖に立っている。ん？あ、何か出た。やっと、現れたぜ。すぐには助けられないが、一応近づいてみてみる。まあまあ、崖から距離があるわね。娘は、一発で飛べるが、うつ虫なら落ちて死ぬ距離だな。次は横の、ディスクが枝の木が生えてくる。場所に登り、山門を犬ぶっ壊す。さすが娘さん、最小限で確実に壊してるわ。で、さっき、近くボタンなら落ちて回すぜ。き、生えた、生えた。ディスクの枝を順番に登って。飛んで、横の大木に乗り込み。コインを回収し、娘なら二段コバリングでもいけるが。今回は、ケーブルを渡り、敵を壊すぜ。で、今度は飛んで、横の大木に乗り込み。コインを回収し、枝の根元を見ると。あ、前はなかったアナログ時計があるわ。で、オプションボタンを押す。ん？また、押す。押したら、何か出るの？もう一回、押してみる。何も起こらないわよ。だって押す場所が違う、音鳴ったろ。娘ちゃん、通り過ぎたわ。もう少し前だ、と思ったら、間違って、クリエイトボタンを押してしまう。そこや。お、今度は、デジタルの日付入力画面ね。ちゃっかり、アストロボットの新作ソフトの発売日だぜ。これを、ある日付に変えるんだ。どの日付に変えるの？それが、うぷ主には全く見当がつかなかったぜ。それじゃあ、娘ちゃんにもわからないわね。で、ネットを検索、うぷ主が全くやらない種類の、ゲームに関係あるらしいが、素直に入力。便利な時代っちゃ時代ね。ここをこう変えると、どうなるのかな？もう少し。お？ハートになって、蓋が取れて、透明部分もなくなる。アップデートのトロフィー、ゲットね。助けると、アナログ時計、消えるのね。じゃや。これで、ミッション成功で終了なの？今、わかっている1個目はな。で、ここに戻って、プレイステーションラボへ戻るぜ。何か、やるの？そうだぜ、まだやるんだ。へぇ。戻ってきたわ。前に、お金を貯めとけって、言ったろ？そういや、マリサ、言ってたわね。このゲームで、お金使うって言ったら。ここしかないぜ。あー、ガチャガチャね、そりゃお金いるわ。アップデート前のクリアで、全部開けているんだが。あ、新しいのが、出てくるのね。一個目。なんやろ？まずは、若高いが、リッチレーターで使ってみたい。デュアルセンスエッジだぜ。はい、次、娘早すぎだぞ。AR2 のコントローラーだな。やっと、ゆっくり、拡大までしてくれてるわ。娘は、ゲームにしか興味ないんだろうな。
小一だもんね。はい、次に。なんなんだ、アクセスコントローラーだな。これ、スティックを左横に向けて、ボタンを上半分に。GPKE に割り振ったら、バーチャファイターできるかな？やっぱり、うぷ主、E は外せないのね。まあな。次、行くんかー。おぉ、新型プレステ5だわ。まあ、ソニーのお約束だが、評判いいのか？これ。今、遊んでる最初期通常エディションが、旧型になったね。うぷ主曰く、車もバイクも、初期型が一番かっこいいそうだ。娘ちゃん、違いわかるかな？興味ないだろうな、あいつ。もう、次行っていいぞ。娘ちゃん、やれ。あっかんやんけ。前もあったね。次行け、次。VR 通よ。うぷ主、VR 買ったわよね。あれは、配線ってか、接続が地獄だぞ。これになって、USB 一本で接続できるのよね。羨ましいぜ。次、なんだ？プレイステーションポータルリモートプレイヤーよ。鳴り物入りで登場したが、これもどうなんだ？はや、もう娘ボタン押した。最後の一個ね。まだ、何か発売されたかな？ああ、もう片一方の、VR2 コントローラーか。娘、もういいぞ。これで、全部ね。今から、花火が上がるぞ。おっほー。出るぞ。これで、今わかっている、アップデートは終わり？まあ、終わりっていや終わりだがな。まだ、何かできるん？あ、降りた。降りたら、シークレットラボよね？あー、今度はさっきガチャガチャでもらったのを。ここに置くのね。実は、そうなんだぜ。なんか、隙間が大きいわよね。新作ソフト発売までに、まだ周辺機器が出るのか？何か発売されるかもね。リッチレーサー8のソフトを並べてくれー。気持ちはわかる、ん？これ、新作のトレーラーだぜ。さすが、ソニーインタラクティブエンターテインメント、抜かりないわねー。なんやかんや言って、面白そうなんじゃない？まあ、面白なかったら、あかんわな。このソフトをプレイステーションストアで、予約しろと。別に、Amazon なんかで、安く買ったっていいんじゃないか？発売日に郵便受けに届くし。まあね、終わったかな？おい、娘、終わってるぞ。おい。また、PSP、座り込んでやるんか？リッチレイサーズ、やってんのか？終わったか？どこ行くの？娘、お前、殴ったり、倒したりしすぎだぞ。もう少し、女の子らしくゲームした方がいいかも。そいつを殴るなって。これ、獲得した、アーティファクト一覧が出たやないか。おいおい、どうせ見るなら、次のページも見ろやー。まあ、いいけど。お前は、その辺の新しい周辺付きで遊んどけ。これで、全部なん？まだ、いくつかあるのは確実なんだが、今回みたいに。ゲーム内で誘導してくれたり、情報があるのは、今のところ、こんなもんかな。他のステージに、新しいボットがいたり、ミッションがある？どんな形かわからんが、あるはずだ。じゃ、これから他のステージで探せる？今、各だだっ広いステージを情報なしで。闇雲に、探しまったって、どこで何をしていいか。全くわからんし、無駄だろうな。そうね、やっぱり情報がないと、無理ね。もしかしたら、今はこれだけで、またアップデートがあって。次ができるようになるのかもしれんし。まあ、新作ソフト発売は9月だから。それまで、小出しに情報が出るんだろうな。そうね、まだ6月だもんね。気長に待とうや。娘も、プレイステーションラボに戻ってきたし。ああ、それと、一応これも見とくか。なになに？ GPU ジャングルで、新しいボットを助け出したろ。
その後、あの奥の狭いミッションルームに行くと、ほうほう、一番奥の日付のカウンターの下で居眠しているんだ。あら、ほんと今一瞬起きたね。また寝たぜ。 GPU ジャングルに行く前に来た時はいなかったもんね。動画を戻して確認してもらってもいいぜ。でも、なんで居眠っているのかしら。さあなあ、上のカウンターがゼロになって、新作ソフトが発売されるので居眠るのか。それより、娘ちゃん、居眠ってるボッカを殴って起こしたり、上を飛んだらダメよ。あいつ、ここに弓矢や手榴弾があったら、当ててるぜ。ああ、もう、めちゃくちゃやってるわ。娘ちゃん、どうだよね。こんなことするゲームじゃないんだがな。うぷ主が、普段やってるゲームの影響か？ってところで、今回は終わろう。では、あ、はあ、一つ、言うの、忘れてたわ。え、まだ何かあるん？いや、このアップデートの、追加要素なんだがな。なん？アップデートが入る前の状態で、ゲームをクリアした。データじゃないと、何にも出ないし、遊べないんだ。へぇ、最近やっとプレステ5が手に入った人とか、まだクリア、できてないかもしれないね。もう、いいわね。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もしこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様、お忙しいところご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。Too bad. Better luck next time.